それではいよいよ塗ってみたいと思います。まずは、1番目からいきましょうか。これの湯、ここですね、1番目これからですね。1番目になりました。続いて2番目、2番を塗ります。2番をここの前面に全部塗ってしまいましょう。特にその影とかもね、くぼんでるところとかも今は考えずに塗ってみたいと思います。続いてはじゃあ3番目ですね。3番を塗ります。じゃあ次は4番、これですね、4、これを塗ります。はい、これで 1,2,3,4 番までグラデーションを塗ることができました。さてですね、こっからなんですけれども、こういうね、鼻の下とかこういうところですね、ここをじゃあ何色で塗るのかということなんですけれども、今見ていただきたいのが鼻の真下、鼻の下の角度ってね、ここの面と今同じ角度ですよね。鼻の下の角度ってね、ここの面と今同じ角度ですよね。ここってここの面と同じ角度ですんで、ここの色ってね、この色なんですね。こことここって一緒の面なんです。面の向きが一緒ですから。ですからね、こう4番なんです。4番、ここなんですけれども、ここね、この色合いなんですけど、4番を塗るほどの角度はついてないんですね。4番がこの角度、この角度なんですけども、それよりも少し傾いてます。傾斜してますよね。ですので光源が、まあ、こっちにあるわけですけれども、4番よりも少し、光源に対して面が向いてますので、4番よりも少し明るいということになっています。ここにはこの 3.5 を塗ってみたいと思います。で、鼻の横にあたるこの面、この面なんですけども、これは分かりやすいんですが、ここはこれと同じ面ですよね。ここの面っていうのはここと同じ場所ですので、この色がここに乗ります。面が一緒だったら同じ色ですので3番です。この面、今ここもここもここも全部2番で塗ってるんですけれども、実際のところは角度が違いますよね。こうなってて、こうなってて、こうなってます。この角度とこの角度、こことここは
同じ、この色とこの色は同じですけれども、ここはちょっと違う。太陽の向きがこっちから当たってるという設定ですんで、ここの面よりもちょっと暗い、こうよりもこうなってますから、ここはちょっと暗いということになります。で、かといってこっちの面ほど暗くはないんですね。3番ほど暗くはないので、3と2の間ぐらいの色がここに当たる色です。ですんで、これとこれを混ぜてみたいと思います。3番と2番、少し混ぜる感じ。便宜上 3.5、3.5 じゃない、2.5 になるんですね。 2.5 という色になると思うんですけれども、ここは 2.5 になります。はい、以上で塗り分け完了になります。この塗り方、細かく各部分、色を塗り分けましたけれども、それをそのまま人形の顔に照らし合わせて塗っていくことで塗れるようになると思うんですね。それをもう少しまた続けてやってみたいと思います。